はい、どうもグッサンです。それでは FF14 続きやっていきましょう。前回は今出てるバーニングウォールを周波せよ、このクエストやってるところで終わりましたので、途中ですね、途中までやって終わってるんで、次がここですね。ハイブリッジのところまで行かないとダメなので、一回ね、ちょっと、移動します。よいしょ。あれですね、今日は、1月23日金曜日なんですけど、テロの話がすごい、あれですね、話題に上がってますよね。こう、どうなんですかね、日本政府、身代金、おそらく出さないと僕も踏んでるんですよ。まあ、この後どうなになってるかはちょっとわからないんですけど、まあ、交渉期限ももう72時間だったんで、そろそろ交渉期限、まあ、これがアップされる頃には、どうなってるかってちょっと分かってるかとは思うんですけどもね、なんとかね、無事で あってほしいなと。やっぱり人命は大事ですけど、さすがにちょっとね、テロに屈するっていうのはね、良くないんで、まあ、そのあたり本当難しいところですよね。さすがにちょっとね、人質をね、盾にとって、お金を要求するっていうのはね、強盗、まあ、強盗でしょ。ただまあ、これはまあ集団的自衛権のある種弊害って言うたら弊害なのかもわかんないですけどね。ただまあ、集団的自衛権に関してはまあ仕方がないところ、まあ賛否両論あるんですけど仕方がないのかなとも思ってますよ。はい。僕としては。はい。まあ日本が日本であるために、作った法律だと思うんで、まあ、平和、日本国憲法のね、第9条もまあ平和のために作ってる憲法ではあるんですけど、まあ、さすがにちょっとね、時代も変わってきてるんでね、そう悠長にも言うてられないっていうところはあるとは思うんで。はい。ということで、母迫のところに到着ですね。おう、どうだった？欲しがってたやつは手に入ったかい？じゃあこれやな。重い絶霊体の壺。おお、こいつはなかなかの上物じゃねえか。早速、ランベルタン先生見せてこいよ。さてと、俺も早く研究成果をまとめなきゃやな。じゃあ、これを持っていかないとダメですね。どうしようかな。テレポで戻りますか。だね、こうテロの話にちょっと戻るんですけど、やはり本当に宗教って本当怖いもので、宗教間でほんでこうやってね、戦争が起きるぐらいのものなのでね。ただまあ、イスラム教徒の人が全員悪いかっていうとそうでもないんでね。はい、じゃあランベルタン前到着ですね。変属性クリスタルを持ってきたのかい。どれどれ、見せて見せて、早く早く。ふーむ、このクリスタルは土属性を火属性に変換するクリスタルだね。君が欲しいのは風属性を火属性に変えるクリスタル。これじゃダメだね、残念。待てよ、このクリスタルを使えば、つまり土を火に変えるわけだからして。ならば、風を土に変えるクリスタルがあれば、万事解決するってことなんじゃないかな。俺ってやっぱり天才。いや、話についてきてないの。ごめん、ちょっとレベルが高かったかな。私の薄色の頭脳が活性化しすぎてしまった。ふぅ。簡単に言うと、手元に土から火があるなら、風から土のクリスタルを見つければ、二つを組み合わせて、風から火にできるじゃないか。
実はさっき委員会から連絡があってね、君は変属性クリスタルを持ち帰ったのなら、グリダニアまで送るように言われているんだよね。へえ、そうなの。ああ、さすが私も研究資金を出してくださる、バルデシオン委員会に頭が上がらないわ、ふう。というわけで、このクリスタルをグリダニアに送っていくね。君のクリスタルを探す旅はこれからもまだまだ続くのだね。いいね。なんだかとっても幻想的だね。ふう。メガポーション。メガポーションかな。はい。ということで、バーニングオールを周波せよはコンプリートですね。変属性クリスタルを求めて。ここですね。次のクリスタルを探しに行こうか。他に変属性クリスタルのある場所はと東ラノシアにあったような気がするな。東ラノシアか。あ、いや、あそこはダメだね。ダメ。帝国軍の皆さんがいるんだよ。危うく君を基地に送り込むとこだった。はははは。他の場所というと、あ、そうだ。西ラノシアの幻影諸島なんかどうだ。あそこのシリウス大灯台のクリスタルをおすすめだ。確か島の近くにあるエールポートにも私の優秀な弟子が一人いた気がするよ。シアーナと言ったかな。彼女に聞くといい。絶霊体の壺を忘れないようにね。いいな、ちょっとしたバカンス気分ってやつだね。私は潮の匂いが大嫌いだからね。シアーナ。エールポート。エールポートな。じゃあ、エールポートまで飛びましょう。じゃあエルポ到着でございます。どっちかな、下かな。で、なんかかな、ぐるっと一周見て回ってもいねえんですけど、上か上行こうか。はい、君だあれ。あれもしかして遊び相手を探してるの？残念、私は仕事でこの町に来てるのです。これ俺も仕事や。あら、これ先生のつもりじゃない。私がゼロ組の一員だとしてで、わざわざ来たの。ありがとう。私、シアーナって言います。ゼロ組っていうのは、エーテル学の権威、ランベルタン先生の3人の皇帝を指す言葉なの。あ、ちなみに私はぶっちぎりの一番弟子だからね。みんなそう言うな。というわけで、私は研究のためにエールポートに来てるの。でも、ちょっとだけ開放的な気分になってます。あ、水着持ってくればよかったな。そうですか。はい、ということで変属性クリスタルを求めての、クエストは終わりですね。で、次、船は未だ港に、これか。幻想諸島のシリウス大灯台へ変属性クリスタルを取りに来たの。幻想諸島なら、このエールポートの沖合にあるわよ。でも今は渡航規制がかかっていて、島へ行くには連絡船は運航してないんだって。私も仕事で用事があるのにへこむわ。ちょっと君悪いんだけどさ、街のイエロージャケットの人たちを当たって渡航制限の理由を聞いてくれない？よろしく。渡航制限の理由ね。ほう。前の中におるんじゃね？いね？いねっす？あ、いねえな。
アネブ。キアネブ。連絡船が運航していない理由、実は夜になると島に出るらしいの、ね、よ。声に鳥肌立ってきちゃった。出るね。お化けでも出んのかい？ギリン諸島に渡りたいって、お前、見物遊山気分やならやめときな。ちょっとあそこはやばいぜ。やばいか。こっちか。どこだ。この上か。この辺のはずやねんけど、違うな、下か。あ、下アルガガミルザ。原初とバカ言うんじゃないよ。ダイナーレーサーでシリウス大状態がぶっ壊れちまっていいぐらい。島にあるのはガレキと山のと幽霊か。はあ、まあ。はい。シアナに方向。情報収集ご苦労様にね。みんなの話はどうだった？え、出るって何が？もしかして幽霊？うわ、やめてよ。私そういうの苦手なのよ。幽霊ね。はい。で、これは終わりかな。船は未だ港に。か。船は未だ港にですね。これコンプリートですね。幻影諸島祈願。原初との幽霊、まさかの展開。とにかく、渡航制限がかかってるぐらいだが、ただの噂話ってわけでもなさそうね。実は、君が聞き込みをしている間、私も街をブラブラしながら、それと長く調べてみたんだけど、シリウス大灯台に勤めていた、大灯台のスキフリンさんって人が、スナフじゃなくて、スキフリンさんですね。はい。この街にいるらしい。幽霊のことも何か、知っているかもしれない。お願い、私、話を聞いてきて、私本当に苦手なんだ。そのお化けが嫌いか。お化けな、僕もお化け苦手なんですよ。お化けが苦手っていうか、まあ、基本的に信じてないんですけど、なんていうんですかね、非科学的なものは基本信じないたちなんですけど、なんか見たよとかっていう人、よく見かけるんですけど、見てないですからね。見てないものを信じろと言われても、ちょっとしんどいものがあるんで、ね。そうそう、お化けはいないと信じてます。いないものはいないと信じて。こっちで合ってるかな。スナフじゃなくてスキフリ。歌が聞こえるんだ。ラララララ、歌う歌。なんか怖いな、これ。ミミドアさんに渡して。助けてくれ、ミミドアさん。スキフ、ジアーナ。あ、ラリってんな、
大丈夫か、あんなロゴ屋の中になんで入れられてんねんって感じやけど。行ったり来たりやな、ほんまに。このパターン、この行ったり来たりのパターンや。はい、よし。スキューリンさんどうだった？何を言ってるか意味不明だったの？何それ怖っ。え、ミミドアって人へお使いを頼まれた。ミミドアさんってあの鍛冶師の、知ってるも何も、さっき相手にお尻を触られてたの。また三橋あたり見るともあのエロジジ。三橋、三橋か。ここかエロジジ。わしはカジシの耳ドアじゃが、もうもうちょい大きな声で喋ってほしい。わしは耳が悪いでな。これは間違いないぞ。やつの羽だぞ。わしは破壊されたシリウス大灯台の修復のためにリムサーロミンサから派遣された技師じゃぞ。それが例の幽霊騒ぎで他の技師が逃げ帰ってしまって困っちゅったところだ。まさか、おはんも、あの島へ渡りたいのか。だったら幻影諸島に渡るために技師向けの特別渡航許可証をあげようかね。その回わしに力を貸してほしいぞい。実は原因諸島である異変が起きているんじゃぞい。それもわしは手に余る問題。わしの手には余る問題か。そこで冒険者のお藩にこの件を解決してほしいぞい。まずは島に向かって状況を見てくれんかの。わしも後で必ず駆けつけるぞい。うん。はいはい。わかりました。じゃあ行きますわ。今度はシアーナか。で、遅い、何してたの、ま、もう待ちくたびれちゃったよ。これを渡すわ。おやおや、特別渡航許可書じゃん。やったね、これで原因諸島に行ける。じゃあ気をつけていってらっしゃい。私は一緒に、私も一緒に、ああ、嘘でしょ。いや、幽霊怖い。シアーナ、これかな。ペイストザプリカ。うさや、君強いんでしょ。幽霊が出たら守ってよね。私置いて逃げたら絶対許さないんだから。じゃあ、幻影諸島の行きの船着き場に行く。うー、怖い。さ、先行ってて。お手洗い行ってくる。行ってから追いかける。お前今回。怪しいな、こいつ。まあ、ええけど別に。本当に来んのかいな、この人。修理。最後。もう一個ぐらいクエストこなせるかな。これどうなんですかね。わかんないですけど、まあ、こなせれば。もうでもね、そうそう、物語も佳境に入ってきてるんで。こんな時に幻影諸島に行くのかね。ちゃんと許可証もあるような。じゃあ乗りな、クックック。なんでそんな不気味な笑みやねん。シアーナ。うん、ああ、着いた。どうやら見た感じは普通みたいに。ああ、悪いんだ。ここから先は一人で行ってくね。足が震えて動けない。これ預かっていた絶霊隊のつもね。東大森さんに渡せばいいか。じゃあクリサル回収よろしく。へいへい。あれ、あ、そんなに距離なかったな。これを渡す。君は冒険者か。全く関係者が立ち入り禁止だと言ってるのに無断で投稿してきたのかい。いや、この壺は踏む。なるほど。大東大が変属性クリスタルを
採集しに来たんだね。だからそれは厳しいかもしれんな。なぜ厳しい？はい、じゃあもう一個行こうましょう。波紋より譲るもの、これですね。現在このシリウス大灯台は閉鎖中なんだ。霊災前は地脈から吹き出すエーティルを使って発光させる。当時最新鋭の灯台だったんだけど、第7霊災の時火の玉を直撃してな。その衝撃でエーテルは不安定な形で固まってしまった。内部は崩壊の危険もあるから、立ち入り禁止になっているんだ。どうしても変属性クリスタルが欲しいなら、俺が取ってきてやってもいいけど、その前に俺の頼み聞いてくれないか。この幻影諸島で幽霊が出るという噂は聞いているだろう。話が一人歩きしているようだが、実は幽霊ではなく魔物なんだ。夜になると浜辺から遺体の知らない魔物が現れ、あちこちを徘徊するのか。幽霊が出るって噂が広まっても仕方ない状況だよ。おかげで技師たちが許さず、一向に修理が進まないんだ。幸いこのバカでかい変属性クリスタルのおかげが灯台の役目を果たしているけどね。冒険者の君にこの魔物の調査をしてもらいたいんだ。うん、まあそう来ると思ってたよ。冒険者から、目撃情報を得られるかもしれない。まず彼らの、話を聞いてみてくれ。うん、よいしょ。じゃあちょっと話聞きに行きますか。近いな。南の船の墓場って言われる海岸には夜になると幽霊が出るんだ。俺はこの目で見たんだからな。思い出すと怖えぜ。うん、霊災以降、潮の流れが変わったらしく、島に難破船が漂着するようになった。そして着いた穴が船の墓場。気味悪い。船の墓場ってね、英語で言うとザルカ荘っていうらしいですよ。確か。そんな感じの、言い方だったと思います。はい、船の墓場に行くと船声が聞こえるらしい。それは美しい、素晴らしい歌声。歌を聴いた者は取り殺され、幽霊にされちまうって話だぜ。はぁ。幽霊か。怪現象ですな。はい。船の墓場で聞こえる歌声。ではこの島に魔物が溢れているのはその歌声が元凶だっていうのか。おそらくね、そうじゃないんでしょうかね。うん、これやりますか。狂気の歌声。うん、歌声は一体どこから。あ、君か。君が調査してくれた歌声のことが頭から離れなくてね。そうだ、さっき、エールポートから名士ミミドアさんが到着したと連絡が来たんだ。ミミドアさんは灯台の修復に派遣された技師だ。幽霊騒ぎで復興計画が大幅に遅れているからな。関係者はやきもきしているだろう。幽霊騒ぎも気がかりだけど復興も進めないといけないからね。すまないがミミドアさんの出迎えに行ってくれないか。何あれですな、行ったり来たりを繰り返してるな。ミミドアおう、グッサンドンか。それで、島の様子はどうなっとるね。魔物が溢れて、灯台修復どころでは、中か。思った通り、やはりそうであったか。謎の歌声で、港に、亡霊が溢れ返る。実は以前、これと似たような事件が出くわしたことがあったのじゃぞい。美しか歌声で船乗りを惑わせ。船を暗礁に導いて沈没させる伝説の魔物セイレーンの仕業に違いないな。セイレーンな。セイレーンの歌声を聞く者を虜にして生気を吸い取り、その意のままに動く生きた屍にするという話だぞい。今回の魔物たちも海で死んだ船乗りや海賊たちの亡霊だと思うぞい。このままでは被害が拡大し、いずれはラヌシア本土にも亡霊が溢れ返ることになるぞい。そうなる前にセイレーンを歌にはならんぞい。お、大事なもん忘れてたぜ。これは耳ドア式耳栓じゃぞい。これがなければ奴の歌声の虜になってしまうぞい。そんなにいい歌声なんやな。奴は船の墓場に現れるはず。そこに張り込んでセイレーンを退治するぞい。じゃあわしはちっと先に行っとるぞい。
今テレビは一面あれですよ。本当にテロの話ばっかりですよ。ずーっとやってますね。今テレビつけながらやってるんですけど、それしかやってないなみたいな。ちょっと待ってください。めっちゃ邪魔やからちょっと。浜辺の焚き火を用意しておいたから、あそこでチクッと待って様子を見る。運が良ければセイレンに出会えるはずじゃぞ。どうしようかな。とりあえず時間がね、この辺で結構いい時間になってきたんで、今回はこの辺で終わりましょうかね。はい。まあちょっと自治ネタ入れながら今回やってみたんですけど、どうですかね。はい。またね、次からもちょっと、なんか適当に小話入れながらやっていこうかなと思ってますんで。はい。それでは、今回の動画はこの辺りで終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録お願いします。はい。それでは失礼します。